こんにちは、パンとツアーの店パオパオです。今日は紅玉りんごとクリームチーズに入れる紅玉のりんごの甘煮を作ってみました。こちらはいちょう切りにしたものに四つ葉のバターと、有機砂糖を入れて、煮ました。甘酸っぱくてバターのコクが入ってとても美味しいです。このまま食べてももちろんいいんですけど、今は、タルトに入れたりパンに入れたりしています。そしてもう一つですね、今日は、ドライリンゴも作りました。紙みたいにカリカリにリンゴを切ったものを、オーブンで焼いて乾燥させてます。甘みと酸味が、凝縮されてとても美味しいです。わざわざドライリンゴを作るのに、これ、リンゴ、秋生かな、秋生を、4つ分約1キロなんですけど、それを、ドライにして、リンゴのタルト用に作っています。やはりこれがないとリンゴのタルトは閉まりません。機会があったら、この愛情のこもったリンゴのタルトを食べていただきたいです。それではまた。